6月11日あの日本武道館でチャンピオンのルペ・ティントールの世界タイトルに挑戦いたしまして、堂々引き分けドローの大健闘を見せました。日本のエース村田英二郎が実に4ヶ月半ぶりにこの後楽園のホールに上がります。そしてこのチャンピオンの村田英二郎に挑戦をいたします。挑戦者同級第1位フィリピンのバンタム級チャンピオンでありますドナルド・スマイスも青コーナーから間もなく登場であります。今夜は後楽園ホールから東洋太平洋バンタム級タイトルマッチ12回戦の模様をお送りしてまいります。さて放送席をご紹介いたします。私のお隣が郡司信夫さんです。よろしくお願いいたします。そしてそのお隣が白井義夫さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて郡司さん、このスマイスという選手は日本初めてやってきたわけなんですが、はい、全くわからないんですね。かなりサウスポーになったりして本格的な選手じゃないんですか、はい、なるほど。白井さんはフィリピンのボクサーとは大変昔から対戦が多かったわけですけれども、一口に言ってフィリピンボクサーの体質といいますかね、特徴というのはどんなところにありましょうか。強いというよりね、もうやりにくいっていう感じが私は強かったですね。どういう面でですか。うまいんですよ。攻撃と防御ですね、これを一応、ね、やっぱり得得しておりますからね、うまいっていう感じしましたね。テクニシャン同士の対戦になりそうです。この放送は後楽園ホールから中継でお送りしております。リング上ではこれから両選手の紹介です。バンタム級タイトルマッチ12回戦を行います。赤コーナー OPBF バンタム級チャンピオン118番の金子含まれまして、今リング上で紹介されました。青コーナー挑戦者 OPBF バンタム級1位118パウンドフィリピンロナルド・メイリス。この人が挑戦者ロナルド・スマイス。マンディ・アン前日内田翔一エムリーポール・ベイルド。紹介がありましたようにジャッジがフィリピンのゴッドフレッド・ファンデアラン、そして同じくジャッジが日本の内田翔一、そしてレフリーがポール・フィールド・アメリカ。リング上で今試合前の注意を受けています両選手。この挑戦者のスマイスは本名はベアルド・キーヨ・ベラルド・バルト・キーリョという非常に長い名前を持っておりますが、このロナルド・スマイスというのがリングネーム。スペイン系のフィリピン人だそうであります。とにかく日本初登場ということで全く我々にも分かりませんが、日本にやってまいりましてから公開スパーも行いませんで、今朝10時の計量では1回でパスをいたしませんでした。1パウンド2分の1オーバー、結局12時40分に再度計量をいたしまして、ようやくリミットの118パウンド 53.5 キロで計量をパスしています。さあ第1ラウンドの開始、口に含んだ水をパッと吐き出しました。この辺りは不気味ですね白井さん。なんかね、そういう感じしますね。戦績は27戦して23勝2敗2引き分け6つの KO 勝ちを誇っています、挑戦者のロナルド・スマイス。ご覧のように大胆なトランクスをつけています挑戦者のスマイス。郡司さん、こういったトランクスも珍しいですね。そうですね、あまり日本では始ませんね、はい、お尻の方をご覧いただくと分かるんですが、ご覧のように V の字になっております、いわゆる V サイン。白いトランクスに赤い V サインを大胆にあしらいましたトランクスをつけています、挑戦者のフィリピンロナルド・スマイス。まあ、なかなかあれですね、打つパンチもいいようですね、はい、スマイスは状態が非常に発達しています。フィリピンでのニックネームはトト、小さい人と、そういった意味のそうであります。なかなか大きな強い左、さらには左のストレート、まあ、フックとストレートを見せてくれたんですが、このあたり郡司さん、ちょっと感じは重そうですね。そうですね、
なんかやっぱし不気味ですね。あ、うん、なんかね、本当になんかありそうな感じしますね。しかし、あの村田のレフトいいですね。はい、非常にあのシャープですね。村田が飛び込んでいきます。得意のワンツーですね。ワンツーですね。はい、これも今度はワンツーを返します。スマイスもワンツーを、ね、返しましたね、はい。自分ではボクサーファイターだと言っております。挑戦者のスマイス、しかし村田もいいパンチを放っています。なかなかいいですね。今度は村田もできないですよ。はい、これは面白い試合になりそうですね。1回目の計量でオーバーいたしまして、サウナに入りました。そういった関係から村田は試合前にボディを狙ってやろうと、こういうことを言っておりました。おっと左、スマイス、右の服から左の服ね、なかなかいいパンチ持ってますよ。まあ、これは問題はスタミナですね。そうでしょうね。後半戦にことにね、あの村田の前半ちょっと気をつけた方がいいですね。はい、思い切り打ってきますからね。アンドレス・オングマネージャーの話によりますと、一戦一戦強い選手とぶつけて、とにかく将来世界を狙わせるんだと、こういうことを言っております。挑戦者のスマイス。村田はですね、あの、はい、レフトがいいですからね、はい、あの軽くフットワークをしてですね、今のようなあのレフト、はい、これを使うことですよね。まあ、多少前半は見てもいいんじゃないですか、郡司さん。そうですね、あのジャブがあるんですからね、はい、そんなに危険を犯さなくてもいいと思うんです。まあ、本当にあれですね、つまんない冒険しちゃいけませんよね。王者ですからね、待っていてもいいわけですから。しかし今空振りしましたが、あの左の服はちょっと怖そうです。ワンツーボディ、いい感じ入った。今度は村田の反撃、もう一発ボディ、状態を守ります。ここで第1ラウンド終了です。郡司さんの対戦では第1ラウンド10対9とチャンピオンの村田が取っています。チャンピオンの村田にとりましては、この試合が5度目のタイトル防衛戦になります。31年の11月30日生まれ、まもなく24歳になろうとしています。18戦して16勝無敗2つの引き分け、この16勝のうちには10のナックアウト勝ちがあります。フィリピンボクサーの特徴通り、胸に十字を切って第2ラウンドの開始を待ちました。挑戦者のドナルド・スマイス。なかなか積極的ですね。そうですね、攻めてきますね。まあ、23勝はしてるんですが、6つの KO勝ちということを言いますと、そうそう強いパンチを持っているとは思えなかったんですが、なかなか積極的な攻めを見せています。挑戦者のスマイス。あるいは白井さん、現状があるんで前半で勝負をつけようと、そういうこともあるかもしれませんね。かもわかんないですね。また左のフックです。挑戦者のスマイス。ご覧のようにすでにスマイスの背中には汗が光っています。村田の背中はまだ汗が出ておりません。このあたりも郡司さん、現状の後のね、そうですね、関係かもしれませんね。早くも白い顔面が好調してまいりました。挑戦者のスマイス。やっぱし村田のジャブはいいですね。はい、いいですね。あのそれとね、足がいいですよね。でこれね、あのスマイスはね、接近しようとしてますね。接近戦に持ち込もうとしてる。じわじわね、入ってきますね。まもなく見せるでしょうが、左右のスイッチも得意と聞いております。挑戦者のスマイス。リングシューズに大きくイニシャルの S と R という文字を入れています。ドナルド・スマイス。何かね、あの、はい、接近しながらですね、ちょっとの隙を見てね、カウンターを取ろうとしてるんじゃないんでしょうかね。カウンターを、はい、あの自分から接近してですね、まあそれがちょっと怖いようですね。ショートアッパー、村田の左です。今度はボディ、左アッパーは空振り。得意のパンチは大体左右のアッパーということを言っておりました。スマイスです。村田のレフトのリードがいいですね。はい、あれで相手を止めとけばいいんですね。あれがあればもう大丈夫だと思いますね。チャンスとなればインファイトができますからね。村田は左右フックも打ってますから。左は空振り。しかしあれを食うとちょっと村田としても危ない感じがします。時たまに思い切って打ってきますからね。あの左怖いですね。怖いですね。ボディ、いいボディ、これは村田のいいボディです。もう一発、しかし左を返します。スマイス。おっと、まだボディです。ブロックされましたね。ちょっとね、今の右の顔面、左、さらに右。村田もね、冷静にね、はい、勝又をうまくね、下がりながらも本当のタイミングよく打ってますね。
特に今夜は上下をうまく打っています。うまく打ち分けています。チャンピオンの村田英二郎、シントール戦の後アメリカに一人渡りまして武者修行を続けてまいりました村田。ここで第2ラウンドが終わりました。軍司さんの採点ではこのラウンド10対10のイーブンです。フィリピンはミンダナオ島のダバオの出身であります。1960年といいますから昭和35年の8月10日生まれ、今年ちょうど20歳。デビューが昭和49年1974年であります。27戦して23勝2敗2引き分け6つの KO 勝ち。ビリヤードとギターの弾き語りが得意という挑戦者のスマイス。両親と9人の兄弟がいるそうですが、その長男、現在スマイスが長男で20歳、一番下の子供さんはまだ1歳だということです。ボディを狙ってきますね。そうですね、スマイスは。おっと今度は村田のボディーだ。もう1発左のボディー3発。おあれはね、後半どう引くか、どっちかというとあれですね、肘でブロックしてますからね、はい、スマイスが。ですね、そうですね、今の左のフックなんかをブロックしてますね。右のストレートはちょっと届きませんでした村田。今度は左のアッパー、これもちょっと軽い感じ、強引ですね。いずれもう一度世界を狙うでしょう。この村田英二郎にとりましてはここで星を落とすことは絶対にできません。カバーしてますからね、グラブで。ボディです。村田の右、盛んにボディを狙っています。そしてガードが下がると今度は顔面に攻撃を変えます。また右のストレート。しかしあれですね、不気味ですね、この選手は。打たれてもね、慌てないですもんね。そうですね、はい、右のフックです。村田逃げながらまた打っている。しかし必要に追います。スマイス、いや村田も強気ですね。打たれながら打ってくるパンチは怖いですよね。怖いですよあれはね。ボディ、今度は顔面です。このパンチは村田ちょっと両方とも浅かった感じです。これはエルボーでブロック。村田も大振りしないようにですね、はい、打ったら指揮をねやっぱり早くすることですね。はい、とにかくお金が欲しくてボクシングを始めたというドナルド・スマイス。ただね、なんか追う足がちょっとないような感じなんですけどね。あ、まあそういう意味では村田は足をね、はい、警戒にすることがいいですよね。ポールフィードが中に割って入ります。ワンツー、村田のワンツーです。でもね、グラブでガバッカバーしてるんですよ。そうですね、はい、防御は固いですよね。固いですよ。ここで第3ラウンドのゴングが鳴りました。軍司さんの採点ではこのラウンド10対9とチャンピオンの村田が取っています。村田に関してはピントールと世界タイトルマッチをやった、そういったことしか私は知りませんと言っておりました挑戦者のスマイス。全く我々もこの挑戦者を知りませんで非常に不気味な感じを受けておりましたが、リングに登ってなお一層その不気味さを感じています。試合は第5ラウンドに入りました。ワンツーは半地下が逃げています村田。まあ、3度目の防衛戦の時に軍司さん、ラフィーサーロングというフィリピンの選手と村田が対戦したわけですが、あのタイプの選手とは全く違いますね。そうですね、フィリピン人にしては状態が硬いんじゃないですか。なるほど。さあ接近戦ですが、この辺りは非常に白井さんもおっしゃったように昇天竜がうまいですね。接近戦うまいですよ。もうなんかインサイド、インサイドからですね、はい、あ打つでしょ、ね、なかなかうまいですよ。特にボディを狙っています。チャンピオンのボディを狙っています。この後も打ち返します。いや、あまりあのね、ああ
ああいう接近戦はやらない方がいいでしょうね。向きにならない方がいい、村田はね、はい、もうね本当のいいね、あのレフトね、レフトのジャブ、ストレート、これをうまく使った方がいいですね。やっぱ打ち合いに来ますよ本当にね。村田も負けずに打ち合っています。ここでね、村田がペースを崩しちゃうとまずいですからね、はい、やはりもう自己のペースに戻ることですね。やはり先ほどチャンピオンコーナーでも言っていたようにリズムを崩すと危ない。危ないですね今の。お互いの相打ちでしたが、今のミノフね、ミノフ、スマイスの方がちょっと強かったですね。スマイスの方がちょっと強かったんですよ。非常に不気味なボッカーです。また左、あらあら、今の左のクボスだったんですよ。必ず使い捨てますので ね、本当に油断できない。村田にとっては本当に強敵を迎えました。今夜の東洋太平洋バンタム級タイトルマッチ12回戦、今の表情からいくとね、はい、あの村田がね今打たれたでしょ2つ、はい、これはそいっていうようなね、そういう感じを持ったんじゃないでしょうかね。村田は空振り、必要に追っていきます。挑戦者のスマイス、ただね言えることはね、あの村田はここで弱気を出していませんからね、もういくかにも強気でですね、はい、そしてあのボクシングをしたいですね。なるほど、はい、迎え撃ちボクシングですね。どこからでも来いと、そういう感じで待っていった方がいいですね。もう何したって王者ですからね、はい、迎え撃ちした方がいいんですよ。あの左のフックです。これをまともに食うと村田といえども危ない感じがします。あ、ちょっと頭ぶつかった。なんかね、これレフリーから注意を受けます。左のフックね、はい、残り時間が15秒。もうワンツー、パンチョンのワンツー、この辺りは非常に強弱になっていいパンチ、これぐらいの距離で白井さん行かなきゃいけませんね、そうですね、はい、それでワンツーって言うんですよ、はい、これゴングです。ちょっとゴングが聞こえませんでした。挑戦者のロナルド・スマイス、このラウンド軍事家の採点では10対10のイーブンです。大健闘挑戦者、青コーナーのロナルド・スマイスです。平原さん、はい、中村さん、その挑戦者コーナーでは村田のボディ打ちが効いて動きはちょっと鈍くなったんだけれども、はい、左を使って向かっていけという指示を与えています。今中村アナウンサーのレポートにありましたが、そういった意味でなかなか積極的な攻撃を仕掛けてくるんですね、白井さん、うん、そうなんですね。やっぱり自分のね、あの弱みをね、はい、見せないと、こういうようなやり方ですね。だからなかなか強気なんですよ。しかしどうでしょう、郡司さん、これまでに村田が対戦した相手の中では三死に入る挑戦者じゃありませんか。そうですね、あの前線が目立つという形ですね、はい、あのスマイスの前線、最初の方は村田あまり早く倒すななんていうお客さんの声もありましたが、場内がちょっと浸透してきましたもんね。向かってきますしね、はい、それとね、打つあの一つの、ね、形がありますからね、はい、なんとなくね、形がね、はい、不気味な形してますね。楽だと思われてる試合が一番怖いんですよね。怖いもんなんですよね。さあ、また打ち合いになりました。 あまり接近したまずいですな。そうだった、左を振るって飛び込んだ村田、ちょっと村田もカーッとしてるのかもしれません。村田もね、気が強いですからね、はい、なるほど、はい、なかなかのね、強気ですよ。特に現在のチャンピオンであります出てピントと引き分けたという自信がありますからね。あのプライドは大変ですよね、はい、打ち合っちゃったんですからね、はい、そうでしたね、世界のチャンピオンですからね、はい、ボディから顔面、今度は右、いいカウントしましたね、右、ボディ、左のボディ、しかしスマイスも打ち返します。なかなか見応えのある試合になりました。スマイスちょっともひるまないですね。そうですね、今度はワンツー、これはいずれもチャンピオンのパンチ、おっとまた左ストレート、あれはぼやっとしてないですね、はい、左のストレート、スマイスの左ストレートがカウンター組に村田の顔面を捉えます。今度はボディ、これはチャンピオンのパンチ、あ、だいぶ村田のペースになってきましたね、はい、ちょっと前に出てくる回数が少なくなってきました。今度は村田のローブローが注意されました。
この距離は村田の距離です。この村田のボディはグラブあるいはエルボーでブロックしています。挑戦者のスマイス打たれても打たれても前に出る挑戦者のスマイス。ここで第6ラウンドのゴングが鳴りました。郡司さんの採点では第6ラウンド10対9と久々にチャンピオンの村田が取りました。満員の後楽園ホール、今冷房が入りました。まあ、そういった意味では本当に熱戦といいますか、郡司さん熱気が本当すごかったですもんね。そうですね、この村田の中で十分あるですね、はい、白熱化しましたし。さあ試合は後半第7ラウンドに入ります。東洋太平洋バンタム級タイトルマッチ12回戦、チャンピオンの村田が思わぬ苦戦というよりも挑戦者のスマイスが思わぬ前線を見せています。今夜の試合です。前線ですね、はい、で前ですよボクシングはね。トレーナーのペロミのロサーラさんも言ってましたけれども、非常に無口でおとなしいんだがリングに上がると一変すると、そういうことを言っておりました。挑戦者のスマイス、横から見ると非常にスタンスが広いんですが、どうでしょう平井さん、前半ほどの足の動きがなくなったように思うんですがね。そうですね、はい、なんかじわじわまた出てきますね。はい、故郷のダバオにはペルシータさんというフィアンセがいるそうですが、来年か再来年には結婚をしたいと、しかしその資金がないんだと、どうしても試合に勝ってお金を取りたいとこう言っておりました。特に世界タイトルを取れれば明日にでもそのフィアンセと結婚したいんだと明るく語っていた挑戦者のロナルド・スマイス。さあワンツーです。村田今度は小さなパンチを出しています。ボディ、チャンピオンのボディグロー、しかしすぐに左を返します。挑戦者のスマイスです。ちょっとクロス気味にスマイスの顔面を捉えますが、スマイスも右のフックを返します。まあ、村田は郡司さん、ロサンゼルスでガードを上げて相手になるべく打たれないような防御を学んできたと言いますけれども、以前の村田と変わったところございますか？あまりありませんね。まあ、防御の点はね、あまり見られないですね。ただボデーブローはかなり練習してきたんじゃないかと思いますが、いいですね、あのボデー打ちは。おっと左が左の打ちになりましたね。チャンピオンの村田、村田の顔面も心持ち赤みを帯びてまいりました。いい今の最初の右、しかしチャンピオンも左を返す。あの右は気をつけなければいけません。熱い左右の右は外れました。左右ようですといけませんね。はい、気を見せることができません。非常に不気味な挑戦者スマイス。しかし郡司さんタフですね。打たれてもちょっともひるめませんしね。第7ラウンドが終わりました。郡司さんの採点ではこのラウンド1対10です。さて試合はこれから9ラウンドを迎えます。ラウンド前、真剣な表情になりました。顔つきが変わってまいりました。チャンピオンの村田英二郎、この試合が5度目のタイトル防衛戦になります。村田への期待が大きいもんですから、そうそう、ジリジリしてますね。そろそろジリジリしちゃいましたけど、慌てちゃいけませんからね。じっくりやっぱり自分のペースでね、はい、試合しないといけませんね。
何しろ点取るとあれだけやったんですからね。そうですね、まあ、特にボクシングは確かにナックアウトがもうこれは最高の見せ場ですけれども、判定でもいい試合をやればね、同じです、はい、同じ、あるいはそれ以上かもしれません。ナックアウト以上というのもありますからね、はい、そういった意味ではあまりお客さんのこうねやじとか声援に惑わされないように自分のボクシングをすることですね。それは大切ですな。それが一番大切ですよ。現在ジムのあるフィリピンのダバオという町はマニラから南へ飛行機で1時間と30分ぐらい、船で行きますと2日ぐらいかかるそうですが、そういったところからまずマニラに出て、そして日本にやってまいりました。この挑戦者のフィリピンバンタム級チャンピオンでありますロナルド・スマイス、なかなか大健闘を見せています。どうでしょう白井さん、このまま行きますと判定になる公算が強いですね。なんかね、あれですね、防御はいいでしょ、はい、マークもブロックしたりですね、ペーリーしたりね、はい、まともに打たれてないですから ね、 そうですね、あんまり効かないんじゃないかと思うね。本当にね、ボクシングうまいでしょ、この人は。アマチュアのキャリアがなくてこれですからね、はい、本当に、ね、まともに打たれてないですよ。まだ極端な左右のスイッチ打法は見せていませんが、左右のグあるいはアッパーに非常に不気味な力を秘めています挑戦者のロナルド・スマイス。もちろん現代は東洋太平洋バンタム級の第1位にランクされています。さあまたスマイスが出ていきます。村田が逃げながらカウンター気味にパンチを放ちます。今のようにね、はい、じわじわと下がりながらねストレートのカウンターね、はい、今打ちましたけどね、はい、ああいうのはいいですね。なるほど、あれでポイントを取っていけばいいんですよね。また前に出る挑戦者のスマイス、上体を折り曲げまして果敢に前に出てきます。でも強気ですね、このチャレンジャー、はい、現在23歳の村田、そしてちょうど20歳というスマイス、また左右のスクです。いい感じ打ちますよね、はい、これロング。第9ラウンドが終わりました。文治さんの採点ではこのラウンド10対9と村田が取りました。試合の方はこれから10ラウンドに入ります。軍さん採点では4ポイントこれまでのところチャンピオンの村田が取っていますが、果たして残る3ラウンドどういうふうにチャンピオンが戦いますか。エディ・タウンゼントトレーナーも非常に渋い表情でチャンピオンの耳元に作戦を授けています。青いトランクスがチャンピオンの村田、白いトランクス V サインが入りました。大胆なデザインをつけましたトランクスを履いています。挑戦者のスマイス、このスマイスというのはね、はい、見ても分かるんですけど、ね、目がね閉じてるんですよね。そうですね、目してるんですよ、具志堅の目が。そうですね、本当にね目をねつぶらずね、はい、と見てるでしょ。こういう選手はね良くなりますね。野球の王選手、それから世界チャンピオンの具志堅用子、この2人の共通点は目。ワントゥースリーまで行ったようですが、ちょっと最後のパンチは当たったようです。しかしなかなかいいタイミングで始まったチャンピオン。今田もちょっとね打ってもうやりにくいですよね、はあ、グラブでねパッと揺られてるよ、はい、グラブに触ってから当たってますからね、やりにくいんですよ。なんとかね相手をね引きつけてね、はい、そして打ちたいですね、カウンター、カウンターで、そうするとチャンスありますよ。しかし軍司さん、このラウンドあたりはちょっと村田ペースになったようですね。そうですね、スマイスのあれですね、王鵬もちょっとはいのろくなりましたね。ワン・ツー・スリーまで顔面にパンチを出しています村田。今度は左のショートアッパーボディを狙っています。さあ上体を左右に振るっています。ワン・ツー、やはりこういうね、はい、足を軽くストラップしながら打つとですね、はい、スマイスはちょっとやっぱり当惑してますね。失敗があっただけに多少コンディション作りの上でマイナス面を持っています今晩のスマイス。しかしそれにしてもよく健闘しています。
左右のパンチを振るっています。チャンピオン、この辺りが白井さんがおっしゃるようにもう一つパンチが効いていないというね。そうですね、あの、キャッというようなやつがね、これがちょっと残念みたいですね。切れるパンチが欲しいですね。流してるようなパンチなんですね。残り30秒、ちょっと疲れましたか。そうですね、手数が少なくなってきました。それからラッシュもちょっと眠ってきましたね、はい、こうなると村田にとってはチャンスです。どう生かすか。またワンツーです。左を放つスマイス。ここで10ラウンドが終わりました。軍事さんの採点ではこのラウンド10対9とチャンピオンが取りました。平原さん。はい、中村さん。チャンピオンコーナーではここまで村田が 2,3 ポイントリードしていると思うんだけれども、もう一つ決定打の難易度は不安だと言っています。中村アナウンサーがチャンピオンコーナーの得点経過の数字を言ってくれましたが、放送席の郡司さんの採点では5ポイントリードを村田が奪っています。しかし果たしてこの残る2ラウンド村田がナックアウトにかけるかどうか、この辺を期待したいと思います。チャンピオンの村田栄二郎です。思わぬちょっと苦戦だなという表情も見えますが、これは村田の苦戦というよりもやはり郡司さん、挑戦者のスマイスの前線を褒めた方がいいようですね。その方ですね。さあ11ラウンドに入りました。積極的に村田が出ました。しかしあれですね、苦戦とは僕は思わないんですけどね、はい、相手が本当に頑張っているんでね、はい、試合が非常にこう面白いとこういうようなことですね。ポイントはリードしておりますからね。さあスマイスがまた出てきましたよ。ということは10ラウンドちょっと休んでこのラウンドにかけようというんでしょうか。ちょっとまたバッティングの注意を受けました。ああ減点1です。白井さん、この減点1はスマイスにとっては痛いですよね。痛いですね。アメリカのポールフィールド、ジャッジがフィリピンのゴッドフレッド・ファンデアラン。また今度は村田の方に注意が与えられました。この辺りは両選手もかなりエキサイト。挑戦者の右です。右から左から右、いやいやすごいですよ。はい、また後楽園ホールは湧いてまいりました。スマイスもラストスパートでね、そうですね、頑張ってますね。まあこうなりますとね、村田にもチャンス生まれますよ。村田の右よりも挑戦者のスマイスの右の方が効いたようです。すごいですね、スマイス。すごい投手ですよ。わざと力の戦いになってきましたね。本当ですね。いやスマイスのファイトすごいですね。まともに村田が打ち合うか、あるいは村田が一歩下がるか。おっと危ない。村田話し出しましたよ。ちょっと話が出ましたね。村田もね、劣勢になっちゃいけませんね。自分からやっぱ攻めてくれると。頭をぶつけます。ボディを狙っている村田。あ、村田はちょっと鼻血を出しています。頭でもぶつけたんでしょうか。左に回る村田、今度は右。スタミナはまだまだ余ってますね。余ってますね。スタミナの問題だと思いましたけどね、はい、とんでもない話になってきました。本当にまだまだ下に残ってますね、スマイスは。また痛そうな表情を見せましたチャンピオンの村田。また頭がぶつかったようです。11ラウンド残り30秒。残り時間が10秒です。ほとんどありません。第11ラウンド相変わらずボディを狙っています村田。お互い
村になったところでゴングです。11ラウンドが終わりました。このラウンドは10対9と郡さんの採点では初めて挑戦者のスマイスが取りました。青コーナーのロナルド選手ヘッティングで1点減点でございます。右にチャンピオンの村田、そして左に挑戦者のスマイス。郡さんの採点では11ラウンド10対9と初めて挑戦者が取りましたが、このラウンドにバッティングの減点1点がありまして、実際には9対9ということになります。いよいよ試合の方はファイナルラウンド12ラウンドを迎えることになります。果たしてこのまま判定でいくか、あるいはナックアウト劇が見られるかどうか。さあいよいよ最終ラウンドです。満員の後楽園ホール、お客さんはもちろんチャンピオン村田の一発手を待っています。早くも立ち上がっています挑戦者のスマイス。じっと腰を下ろしている、待っているチャンピオンの村田英二郎。今日初めて村田村田という声援が起こっています。後楽園村田もどうやら白井さん勝負に出ましたね。あ、本当ですね、すごいですね。このラウンドは11ラウンドは1対9と挑戦者のスマイスが初めて取りましたが、バッティングの減点1がありますので実質は9対9。ポイントの上からいきますと、やはりチャンピオンの郡さん村田の方が強化的なパンチがありますからね。そうですね。どうやらこのままいきますと判定に持ち込まれそうであります。東洋太平洋バンタム級タイトルマッチ12回戦。ショートレンジの打ち合いです。しかしこの接近戦でも白井さん、前半ほどスマイスがうまい攻撃できなくなりましたね。でまたね、この両者ともですね、はい、もう気持ちがちょっと荒れちゃってですね、本当にちょっとあれですね、あまり効果のある感じは打ってないですね。もう投手過剰でね、はい、本当にあれですね、もうちょっとやっぱり冷静になってやったですね。この前のラウンド村田が鼻血を出しています。しかし現在は止まっています。ショートレンジの打ち合い、しかし刺して効果のある感じの効果はありません。打ってる割にね、当たってないんですよ、はい、そうですね、はい、どうやらこのままいきますと試合の方は判定までいきそうです。もつれ込みそうです。ちょっとエキサイトしてきますね、はい、あまりにも興奮状態で、だいぶ疲れも見えてきました。スマイス果敢に攻めます。村田が離れながらボディを打っていますが、またこれを打ち返します。左のフック、チャンピオンの右アッパーは空振り。残り時間がほとんどありません。試合は12ラウンドに入っています。最終ラウンドです。判定に持ち込まれました。いやー、白井さん、それにしても本当に、まあ、驚きましたね。あのスタミナとうまさと、はい、それから攻撃、ね、はい、あの投手はなかなかね、はい、まあ、近い将来にですね、まあ、妹の本当の、あの好敵手と、はい、そういう選手になりますね。今ジャッジペーパーの集計がされています。勝者は89対114で村田が取っていますが、今場内の正式発表がありまして、村田タイトル5度目の防衛に成功であります。リング上では認定賞の授与が行われておりますが、それにしても、はい、まあ、苦戦
といいますか、はい、まあ、村田にしてはですね、はい、あのスナイスですね、もう少し技術的になったらですね、はい、本当に怖い選手になると思いますね。試合さんは今夜の試合をどうご覧になりましたか。村田はですね、まあ、本当にここね、ちゃんと攻めたしね、決して悪いことないんですよね、はい、フットワークも良かったし、レフトのリードもいいし、ただ今日の、ね、チャレンジは非常に頑張ったんでね、それでね、まあ、ちょっとラストにちょっとスピードがなくなったっていうようなことですけどね、はい、前にね、いい試合やっただけにね、やりにくいんですよ。なるほど、はい、やはり自分の前の試合にそういう試合をやったということは本当にやりにくいんでしょう。さあ、正式なジャッジペーパーが参りました、現在リング上では TBS 猪俣スポーツ部副部長から勝利者賞がチャンピオンの村田に贈られておりますが、ジャッジのゴッドフレッドファンジャランは118対115で村田、それからポールフィールドレフリーのポールフィールドは119対111でこれまたチャンピオンの村田、それから日本の内田昌一が120対112でこれまた村田と、3者とも村田の勝ちということで、村田英二郎が5度目のタイトル防衛に成功したわけです。一言村田に聞くことになりますか。もう少しですね、はい、ジャブを使ったらいいんじゃないかと思います。今日はジャブが少なかったと思います、はい、ご覧いただきました通り、東洋太平洋バンタム級タイトルマッチ12回戦はチャンピオンの村田英二郎が挑戦者のロナルド・スマイスを判定で破りまして、見事に5度目のタイトル防衛に成功したわけです。それでは後楽園ホールからお別れいたします。